佐賀のパーソナリティフリークサトルです。毎週金曜朝9時からの番組ただいまラジオを担当しています。この番組は時を生きる原直子ちゃんと金曜の朝をバッチリ盛り上げていこうかと思っておりますので、ぜひ皆さん聞いてください。フリークサトルでした。一度掴んだハートは離さない。レベゼン福岡マリカとサイビアエストラアウトラ家系ここ九州から全土に響かすメロディー。 We are freak。皆さんこんばんは。福岡つばり方スタイルコーラスグループフリークです。フリークリーダー佐賀県出身サドルです。大地です。ゆうきです。ゆうきです。ということでやってまいりました。レディオフリークということでね、今日は4月20日そうですよ。早い、来ましたね、とうとう夏が、ね、夏が来ました。美濁音やめろ。夏が美濁音やめろということでね、はい、まあ、夏、我々が小学生ぐらいの時は7月20日というからもう夏休みの入るぞみたいなタイミングですよね。ちょうど今年は遅いのかな。ちょっとどうなんですかね。短くなりましたよね。そうなん、夏休みが、始まるのが早い。そうコロナの影響。なるほどね。休校だったからね。なるほど。なるほどね。夏ですけども、カリキュラムが追いつかないらしいですよ。いや、そりゃそうでしょう、あんだけその学校行けなかったら。我々フリークはね、夏をね、今年は、いっぱいライブしようと今年入った時に思ってたんですけども、なかなかね、こういう状況になってしまって、はい、3月末からライブをまだできてないという状況で、そう、はい、それでも8月にねやっと決まりましたけども、ここから夏をねどう過ごすのか、やっぱその受験生にとっても鍵になると思うのでね、受験生はねこの夏をどう頑張って勉強するか、しっかり考えて勉強していただきたいなと思います。何塾で講師してた。以前はさせていただいてました。あ、そうなんですか。嘘です、めちゃくちゃ嘘。はい、ということで今日も番組宛てに届いたメッセージを紹介します。はい、ラジオネーム夏フェスフェチ言いにくいですね。夏フェスフェチ、これ読む前に絶対噛むやんって話してたのにしっかり噛んない。夏フェスフェチということで、フリークの皆さんこんばんは。今年は夏フェスが次々に中止にということで、夏が大好きな私にとっては屈辱的な夏を過ごすことになりそうな予感です。屈辱ではない。そんな、なんで恥ずかしい。なんかね、そうね、そんぐらいだけフェスが好きなんでしょう。全然言えてるよ、フェスがね。ではまたメッセージ送りますねって。今年も夏も暑いのかなと、夏バテしないようにということでね。ありがとうございます。いや、本当に我々も楽しみにしていたフェスなどが続々と中止になり、続々とね中止になりまして、どうですか、フェスの代わりになんか楽しめるようなことってなんかあるんですか。ないよ。 VR やね。 VR ね。 VR を買ってやっぱサイパンの海を満喫するみたいなやつやね。なるほどね。もう VR で思い出したんですけど、やっぱ女性とかもね、今年はあんま海行ったりとか逆にしない人も増えてくるし、絶対プールとかも行かないと思うんで、 VIO がねもう気にならない。VIO って何？VIO エリア。あの辺のことですね。ああ、なるほど。VIO って言うんや。そうです。すげえ。今から使っていい。昔さ、先輩と焼肉行った時にさ、リップ席ってあるやん。リップ席ね。で、なんか、あるアーティストのリップ席チケットみたいな全然取れなかったらしくて。で、その VIP って言うやん、VIP チケットがみたいな、やっと取れたよねみたいなこと言いよってさ、その時に1回だけ、もうやっと VIO 取れた。もうずっと、でもさ、普通に考えてさ、その VIP チケットとその一般のチケット、なんか通路挟んで、もう値段全然違うのに通路挟んで隣やけんさ、なんかせっかく VIP 取れたのになんかそれめっちゃ悔しくてって普通に話しよって、今 VIO って言ったよねと思って、ずっと一人で、でも他の人も何も気づいてないじゃん。VIO に何にも突っ込まんけど、一人でずっとニヤニヤしよった。聞き間違いかなと。聞き間違いって。まあでも VIO チケットなかなか取れんしね。VIP ね。VIP。なかなかチケットゾーンやから。なかなか取れんくないだろ。なしらだと。絶対言ったよね。でもさ、そのまま流れたら全然突っ込めんやん。突っ込めんね。で、さっき、でも今、しかも女性やったけさ、先輩がさ、
VIO って言いましたよねって言って、でしかもそこでさ、え、何何 VIO ってみたいな感じでさっきみたいな2人やツッコめんわ、会話の流れ止めてしまうしね、うんうん、俺それをずっと、しかもそれ去年ぐらいの話しちゃうけど、めちゃくちゃずっと気になっとって、やっと言うてよかったわ、うん、どこで言うそれどこでやっと言うてよかったあ、言い間違いにはね本当に気をつけましょうということで、そうね、フェスも全然言えてなかったし、ね、そうですね、夏フェスフェチさん、またねあのメッセージ送ってください、よろしくお願いします、はい、はいはい、ということでここで1曲お聴きいただきましょう。それでは聴いてください、フリークで記憶 Still in Love。 柔らかい光、ベンチに腰掛け笑う君を見ていた、その笑顔ずっと守ってゆきたいと重ねられた、小さな手握り返し肩を寄せた、君が大好きだった、この場所に来ればあの日のように会えるような気がして、儚くしていくならピラと木漏れ日を見上げて、強く繋いだ手のぬくもり忘れられないよ、二人で見たこの景色がただ耐えきれず、こぼれていった君への想い抱きしめて、些細なことで激しく泣き出して、割れたガラスのよう元通りにはできず、落ちたかけらを拾うことだけしかできない、理由さえわからなくて目をそらした、不器用な君なりに俺だけも見つめて、溢れる愛を必死に叫んでいた、oh yeah、あの時すぐに君のことを優しく抱きしめてたね、今もここで二人笑えたのに、お送りしているのはフリークで記憶 Still in Love です。はい、我々フリークはですね8月16日にビートステーションの方でライブを再開するということで、はいはい、チケットのですね、ファンクラブ選考が終わりまして、うん、一般がですね7月の25日から、はい、一般チケットが発売開始になりまして、うんうん、さらにその一般チケットとともにですね、今回あの会場を、収容人数をすごく減らして、はい、ソーシャルディスタンスを取った状態での、うん、ライブになりますので、オンラインで配信するチケットというのもですね、そうです、ちょっと普通の値段よりはちょっとお安く、はい、売っておりますので、そちらが同時、一般発売されますので、はい、フリークのホームページまたはですね、うん、SNS をチェックしていただければと思います。ぜひ、オンラインでも見ていただければと思います、うん、よろしくお願いします。ではまた来週のこの時間にお会いしましょう。以上、フリークでした。